皆様こんにちは白鳥です今回もこちら日本の未来と家庭再建誠の家庭づくり運動の目指すものを読んでまいります今回は十四章家庭連合の結婚観と祝福を読んでいきますのでよろしくお願いしますここまで結婚家族の重要性と家族文化を再生する方法について説明してきました その観点から改めて家庭連合が推進する祝福結婚式について考えてみましょう家庭連合の祝福結婚といえば数千、数万組のカップルが参加する結婚式のイメージが印象的ですが実際には結婚前の人格教育から結婚後のコミュニティによるサポートまでを含む結婚文化全体を再生・強化する壮大なプロジェクトです その中身を見ると、まさに現代日本が抱える課題に対する処方箋のような内容を備えていることがわかります。本書では、非婚・晩婚化の大きな要因として、価値観・出会いの問題を挙げ、結婚をサポートするコミュニティの大切さについても指摘してきました。以下、これらのテーマとの関わりで、祝福結婚の現代的意義を見ていきましょう。まずは価値観の問題です。 1960年から始まった祝福結婚は今や参加する新婚カップルの大半が2世3世と呼ばれる祝福結婚から生まれた子どもや孫たちですが彼らは成長過程においてキャリアだけではなく結婚や家庭の重要性を学ぶ機会に恵まれていますまたボランティア活動などを通して結婚生活の成功に必要な他者を尊重し思いやる心情や 本質的な意味での宗教性を育てることを心がけていますさらに彼らは唯一永遠の愛という理想から結婚前の純潔を大切にしています。ちなみに純潔といえば一般的には死後になってきていますが実は幸福な結婚生活を送る上で非常に重要な要素です。米国バージニア大学のレポートによると性の経験人数が多い人ほど離婚率が高くなることが分かります。 それに対して生涯に経験人数が1人という人の離婚率はわずか3から4%でした夫婦関係においてはお互いにたった1人の人であることが重要であり経験の多さはむしろマイナスに働くのです次に出会いについてはどうでしょうか祝福では結婚相手を選ぶ際にマッチングサポーターと呼ばれるカウンセラーが仲介者となり本人同士に加え双方の両親が 交流すする中でで最適な相手を慎重に選んでいます現代の日本では失われつつある説教おじさんマッチングおばさんによるサポートがしっかりと息づいているのです最後にコミュニティについて考えてみましょう祝福では結婚式後に個別の披露宴を行うことも一,本一般的ですが結婚式自体には数千組が同時に参加しますそれは結婚を単にプライベートのものではなく先祖や 両親から受け継いだ夫婦愛と生命の伝統として受け止め、社会の基本的な単位を担う公的なものとして言い付けているからです。一般に参加した多くのカップルと共に、結婚の誓いを分かち合い、幸福な家庭を作るとともに、理想的な社会を築く一員としての自覚を強めていくのです。実は、この結婚式には新婚カップルだけでなく、祝福の理想に共感した既婚カップルも多く、 参加しています彼らは家庭連合の理念に触れる中で改めて夫婦家庭の重要性を悟りもう一度永遠の愛を誓い合い夫婦生活を再出発しています欧米では既婚夫婦が改めて結婚式を挙げるバウリニューアル「誓いをもう一度」がブームになっていますが祝福結婚式はその先駆けと言ってもいいでしょう結婚式を挙げたカップルはそれ以前に祝福を受けた先輩家庭とともに 定期的に家庭集会に参加しますそこでは悩み事の相談やより良い夫婦関係を築くための学びの機会が提供されていますまさにフロリダ州ジャクソンビルの事例のように価値観を共有するコミュニティによる結婚生活のサポート体制があるのです 結果として2015年までに日本人で祝福に参加したカップル17万人余りを調べたところ離婚率は1.3%と非常に低く出生率は2.1人と一般の1.4人を大きく上回っていました子供が 5, 5人6人という家庭も少なくありませんこのように見ていくと世界的にその価値が認められつつある祝福結婚ですが 人口減少や家族・コミュニティの解体・縮小といった危機に直面する日本にとっても改めて再評価されるべき取り組みだと言えるでしょう。以上ですありがとうございました